どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日 ANA が国内線ボーナスプレーンポイントキャンペーンをね、発表いたしましたよね。今回の動画ではこの発表を受けてですね、今年ね、ステータス仕様ね、検討されている方だったり、またね、SFC 仕様ね、検討されている方もね、多いと思いますので、今回はおすすめ路線ね、紹介していきたいなと思います。ということで今回ですね、私個人で調べたですね、おすすめ路線をね、紹介していきたいなっていうふうに思いますので、もしかしたらですね、私が調べた路線より PP 単価ですね、1プレミアムポイントの単価ね、低い路線がもしかしたらあるかもしれませんので、この点はご了承いただいて、またね、もしね、平井さんここ安いですよみたいな路線がありましたらですね、ぜひね、教えていただきたいなというふうに思います。で、今回ね、紹介する運賃は、バリュートランジット28と ANA スーパーバリュー75ということで、このね、バリュートランジットね、結構知らない方多いと思うんですけども、こちらね、乗り継ぎ運賃っていう風になっておりまして、まあ昨年ね、私のダイヤモンド仕様とかね、見ていただいた方は、まあ結構ね、知ってるかと思うんですけども、肉感を乗り継いだ運賃っていう風になってるんですよね。ですので、目的地に対して、二つね、路線を乗るということで、時間がかかりますよね。まあ、それでね、直行便に比べるとですね、お値段が安く設定されている運賃なんですけども、このバリュートランジットっていうのはですね、搭乗ポイントっていうね、プレーンポイントがね、二人でつくんですよね。これが結構大きくてですね、こちらね、運賃種別の表なんですけども、この運賃6にですね、バリュートランジットっていうのがなってると思うんですけども、この一番右側にですね、搭乗ポイント200ポイントっていうのがありますよね。これプレミアムポイントね、プラスでもらえるんですよね。この搭乗ポイントがね、つくということで、こちらね、さらにこの主要でね、おすすめできるね、ポイントっていう風になってるんですよね。まあこの運賃6はね、バリュートランジットで搭乗ポイント200ポイントつくわけなんですけども、もう一つね、紹介させていただく ANA スーパーバリューとかだとですね、この搭乗ポイントね、つかなかったりするので、またね、おすすめっていう点になるんですよね。また ANA スーパーバリュー75っていうのはですね、もう名前の通りですね、75日以上前にね、予約していただくと、まあ、安い運賃でね、利用することができるっていった形になるんですよね。まあ、飛行機っていうのは基本的に日付が近くなればなるほど運賃が上がっていく傾向になりますんで、まあ、75日約2ヶ月ちょっと以上前にね、予約していただくとお得にね、利用することができるっていった形になるんですよね。で、今回ね、紹介させていただくのはバリュートランジット28っていう運賃と ANA スーパーバリュー75っていうね、この2つの運賃なんですけども、変更することはできないんですよね。もちろん払い戻しすることはですね、できるんですけども、手数料がね、かかってくるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。ではまずですね、バリュートランジットの方なんですけども、購入が完了したらですね、完了したもうすぐですね、取り消しようと思うと、手数料がね、運賃額の 5% 相当がね、手数料かかるっていった形になるんですよね。で、プラスして払い戻し手数料で440円がね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、運賃相当額の 5% ということで、まあ、1万円の航空券であれば、500円程度のね、取り消し手数料がかかるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。で、ANA スーパーバリュー75なんですけども、購入後、搭乗日の55日前までであればですね、取り消し手数料はかからないっていった形になります。で、払い戻し手数料はですね、1件につき440円がね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、この2つの運賃はですね、変更もできないですし、払い戻し、取り消し手数料ですね、まあ、スーパーバリュー75の方はね、取り消し手数料かかりませんけども、まあ、払い戻し手数料はね、440円かかってくるっていう風になりますんで、こちらね、購入していただくにあたってですね、確実にね、利用できる日をね、選んでいただければなと思います。それでは次にですね、おすすめ路線ね、紹介していきたいなと思うんですけども、私の方でね、一覧で作らせていただきました。ちょっとね、私がポチポチね、夜な夜なやって、まあ調べた価格っていう風になるわけなんですけども、上の一覧がですね、バリュートランジットっていう風になっておりまして、下がね、スーパーバリュー75でね、調べた運賃っていう風になります。一番上のですね、バリュートランジット28、庄内から羽田、羽田から沖縄、これ庄内って読み方合ってんのかな、ちょっとわかんないですけども、まあこちらだとですね、庄内から羽田が527プレーンポイントで、羽田から沖縄が1676プレーンポイントということで、今回のキャンペーンはですね、ボーナスポイントが1区間につき1000ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、両方ともね、プラス1000ポイントをもらえますので、合計のプレーンポイントが
4203プレーンポイントっていう風になります。でこちらのね最低価格が20,680円っていう風になりますんで、1プレーンポイントの単価はですね 4.9 円っていった形になります。まあこういった形でですね見ていただければまあわかるかななんていう風に思うんですけども、このバリュートランジットですね、1プレーンポイントの単価が4円台っていう風になりまして、下のね羽田から沖縄経由しての石垣、またね伊丹から羽田を経由しての富山、こちらに関しては私の調べた感じだと1プレーンポイントのね単価は 4.1 円でね利用することができるっていう風になりますんで、この2つの路線はですねやはりかなりいいですね。もう 4.1 円とかねすごいですよね。またねずっと調べててなかなかね安い路線出てこないななんていう風に思ってたんですけども、10円切ってるんでね元々がお得なんですけども、もっとねあのバリュートランジットみたいにですね4円台出てこないかなみたいな感じで結構調べたんですけども、4円台にね唯一行ったのは福岡から宮崎路線ですね。ここねめちゃくちゃ安いですね。航空券がだいたい片道ね5510円でねここ購入することができるんですよね。ですので1プレーンポイントのね単価は 4.8 円ということで、スーパーバリュー75でね4円台がついたのは残念ながらねここだけっていう風になるんですよね。伊丹、羽田から伊丹とかもですね結構いいんですけども、ここでもね 5.7 円ということで約1円ぐらいですねこの羽田宮崎路線だと下がるっていう風になりますんで、やはりねここが一番いいですかね。多分ねここで利用される方ね結構いらっしゃるかなっていう風に思いますので、まあもしね利用する方は早めにね押さえていただきたいなと思うんですけども、まあ一応ねこの表でブルーのね枠がついてるのが5円台のところで、ピンク色がついてるところがまあ4円台っていう風になりまして、まあここがねまあ最低最安値路線っていう風になるわけなんですけども、まあこの6円とか7円とか8円とかはね別に悪いわけではないので、まあ十分お得なんですけども、このお得度をね突き詰めていくと、まあ、羽田宮崎路線がね一番いいっていう感じですかね。またね羽田伊丹だったり、沖縄から宮古、沖縄から石垣、あと伊丹から福岡、ここら辺もね、まあ、5円台ということで、ここら辺もね結構いいのかななんていうふうに思うんですけども、私が調べた感じだとですねこういった形になりますんで、まあ、今年ね利用される方はですねぜひね参考にしていただければなと思います。このね福岡から宮崎路線で SFC 仕様をやろうと思うとですね、片道1131プレーンポイントっていう風になりますんで、こちら SFC 仕様で考えると、まあ、5万プレーンポイントがね必要っていう風になりますんで、まあ、今年に関しては下駄履きみたいなのは一切ないので、まあ、ゼロスタートっていう風になりますんで、45回のね搭乗が必要っていう風になります。ですんで往復にすると22往復と1回の片道っていう風になりますんで、まあ、往復で考えると23往復になりますかね。まあ、23往復ということで、まあ、本当にね、ジャンルの回収修行みたいなね、まあ、そういったイメージになりますかね。まあ、ちょっとね、1日に何本も乗ってたらね、疲れちゃうかもしれないんですけども、まあね、飛行機に乗るのが好きな方であればですね、まあ、全然楽しんでね、できるのではないのかなと思います。で、これね、料金的に言うと、24万7950円ということで、めちゃくちゃ安いですね。めちゃくちゃ安い。私がやった時とかね、本当に40万円切ればね、安いみたいなね。まあそういった時代だったんで、まあ何にもね、キャンペーンとかもなかったんで、比べるのもね、間違ってるもんなんですけども、でもね、本当に25万円でね、SFC 仕様できるって考えたらね、かなり安いですね。これダイヤモンド仕様ね、やろうと思っても49万ぐらいでね、まあできてしまうっていう風になりますんで、まあ、これで全部やるのもね、90回乗らなきゃいけないんで、まあかなり大変ですよね。まあですね、まあそこまでのね、つわものはいないと思うんですけども、SFC をするにあたってめちゃくちゃお得に済ませたいっていう方はですね、まあこちらがね、おすすめっていった形になりますかね。まあもちろんね、羽田、福岡、宮崎ね、往復しなくても、まあ私的にはですね、このバリュートランジットね、おすすめです。いろんなところにも行けますし、いろんな空港にも行けるし、いろんな飛行機にもね、乗れますので、まあちょっとね、時間がかなりかかるんで、大変な部分はあるんですけども、個人的にはね、バリュートランジットもね、おすすめっていった形になります。
ということで今回ですね、 ANA の国内線ボーナスプレーンポイントキャンペーンをですね昨日発表されましたので、今回はおすすめ路線ね紹介させていただいたわけなんですけども、何度も言いますけども、このキャンペーンは4月の25日から開始っていう風になりますんで、まだ始まってないのでね、まだ乗らないでくださいね。来週の月曜日からですよね、はい、開始になるっていう風になりますんで、いやね、どうなりますかね。昨日も言いましたけども、JAL がね、どう出てくるか非常に楽しみにしております。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。